女子48キロ以下級決勝までオール一本勝ちで勝ち上がってきました。日本の本並さやか。ダメよ。え、そんなことしてもしその子が花園くんを投げ飛ばしたりしたら、花園くん修行の旅に出て家族がバラバラになって、そしてその子を倒すためにライバルのコーチになって現れるの。まさか猪熊さんのお父さん本阿弥さやかの一本優勝。強い。名実ともに世界の女王の座につきました本阿弥さやか。今や時代は本阿弥さやか、そして今や時代は日刊エブリースポーツ。本阿弥のスピード柔道を各紙のカメラマンは捉えきれず、ろくな写真を飾れなかった。ところがどうだい、うちのこの写真、おかげであの日我が日刊エブリーは売り上げ急増、ライバルの押し売りスポーツを蹴落とし売り上げ4位ときたもんだ。というわけでその功績をたたえ編集長賞金一封。どうもクニちゃん腕上げたな。まさに才色兼備ってか。やったその通りよ。今回の場合さやかさんと私のきらめくような才能がぶつかり合ったからこそものにできた写真だと思うんですよね。よ、さすがに言うことが違うね。イエーイよく言うよ、よそ見してシャッター押してたの誰だ。だけどやっぱり女性が思いっきり才能を発揮するためには一人じゃダメだと思うんです。まだなんか言うか。やっぱり素敵なパートナーがいなくっちゃ。話せ、こら。いや、憎いよ。ゴールインゴールインはいつだ。誰がゴールインだ。勝手なこと言うな。その素敵なパートナーがもう少し息のいい記事を書けばもっと売れたろうによ。いつまで猪熊やわらにこだわってんだよ。彼女完全に柔道とは縁切りみたいじゃないか。もう猪熊やわらはダメ、これからは本阿弥だよ、本阿弥。クニちゃん今夜はその金一封でパッと行こうよ、パッと。いいね。ダメ、これは工作とのデート代なんですからね。え工作。うわぁ行くな行くな。猪熊やわらはダメだと。そんなことあるもんか、そんなことあるもんか。どこ行っちゃったのよ工作って。らせっかく私のおめでたい日を二人で祝おうっていうのに。でも今度こそ本当だ、やわらさんは柔道をやめちまう。バルセロナで金メダルが夢に終わっちまうんだ。そんな山田さんを俺はただ指をくわえて見てるしかないのかよ。くそ。新婚旅行で人気のあるのはやはりオーストラリアですね。私どものツアーをご利用いただきますと今ならちょうど格安になっていますし、ぜひおすすめしたいと。まだ帰ってこないか。だけど柔らさんを捕まえたところで俺が何て言えば。まったくもう諦めが悪いんだから。目の前に私という素敵な女の子がいるっていうのに。でも柔らちゃんブームも去って時間の問題よね。工作の目が覚めるのも。うわ、柔らちゃんだ。大変大変。元気にしてた。偶然ね、いいところだったわ。クニコさん、この辺に喫茶店ない？喉からから出しトイレ行きたいし。ねえ喫茶店行こう。喫茶店。あの私夕食の支度は。大変だったわよね、今までずっとマスコミに追いかけられ続けて。でもよかったじゃない、今はこんなに静かになっておかげさまで。今はなんたってさやかさんだものね。
いい気なものよね、世間の目なんて。迷惑だったでしょ、うちの工作。松田さん、工作が長い間しつこくつきまとっちゃってごめんなさいね。でももう安心してね、やわらちゃんの前には二度と現れないから。だってそうでしょ、工作にとっちゃやわらちゃんにつきまとってももう何の記事にもならないんだものね。あらまあ、そうなの、大変ね、旅行代理店も。でもどこも大変よ、うちの会社なんて忙しいばっかり、給料なんてひどいもんなんだから。だからうちのパパも言うのよ、工作もいつまでもあんな三流新聞社なんかにいないで私と結婚したら。あ、私のパパヘルシーランド加賀っていうちょっとした会社経営してるの。それでね、私一人娘だし、私と結婚したら工作に後継いでもらってもいいんじゃないかって。工作もその気だし、近々日刊エブリやめちゃうのよね。やわらちゃんも幸せになったよね。私も工作と一緒に応援してるから。あ、ごめんなさい、私帰らなくちゃ、夕食の支度がありますから。大変よね、何かあったら私に相談してよね。なんだかバッチシって感じ。いわゆる順風満帆ってやつかしら。もうちょっとで工作はこの私に。日刊エブリィのカメラマンさんだな。そうよ、ナンバーワン美人トップカメラウーマンの国ちゃんよ。おじさん誰？松田記者はいるかね。工作ならまだ取材に出てるわよ。あれ、おじさん、どっかで会ったことある？彼がいないのならこれを渡してくれ。ええ、でもどっかで会ったことあるわよね。変なおじさん。うわー、思い出した、ずっと前電車の中で私の胸に触った痴漢そっくり。うわー、気持ち悪い、何書いてよこしたんだろう。何これ、意味が分かんない、やだー、気持ち悪い。無理だよ、山田さんを復帰させるなんてどうしようもない。工作もその気だし、近々日刊エブリやめちゃうのよね。松田さんが結婚して新聞記者辞めちゃっても私には関係ないわ。私にはあのバカ娘がいつまでぐずっとるんじゃ。モタモタしとるとあっという間にバルセロナオリンピックになっちまうわ。あの程度のライバルにおじけづきよって、あんな小次郎なんぞ。いよいよですね。た、タマオさん。お母さんにはお父さんのこと言わないで、悲しむから。ああ、タマオさん、いよいよとか言うとったが、なんかお楽しみでもあるのか。10月10日、予定日でしたわよね、藤子さん。おう、おう、のっぽの姉ちゃんと花園の子じゃ、さぞやどでかい子が生まれるじゃろうて。藤子さん丈夫だし、きっと安産ですわ。そういえば私が柔らを産んだ時も、一月もしたらほとんど普通の生活に戻りましたもの。赤ん坊の時は手がかからんでも。玉尾さん、今何と言うた。う、生まれだ。大変だ、しっかりしろ藤子さん、こらえるんだ、今タクシーを呼ぶからな。う生まれそうだけどまだだよ。なんで藤子さん、びっくりさせんでくださいよ。でも、赤ちゃんに早く会いたいわね。そうですね、きっと藤子さんによく似た可愛い子ですよ。やだ、花園さんに似た凛々しい子よ。
アタオン。あら、また蹴ってる。今のは大外刈り一本。お見事。さあ、早く大きくなってパパをぶん投げてみろ。いつでも相手になってやるからな。そういえば花園さん。ああ、猪熊のことですね。猪熊さん、本当にこのまま柔道をやめちゃうかも。はい、新聞なら間に合ってますよ。あの、よっ、松田さん。藤子さん、いるかな。藤子さん、出産で実家に戻ってるかと思ってたけど。ええ、こっちのお医者さんとってもいい人だし、それにつわりが収まった後はすっごく順調だし。あの、実は。どうかしたの、松田さん。あ、お茶うまいね。そりゃ藤子さんの実家静岡のお茶ですから、静岡はお茶も富士山も女性も日本一です。やだ、花園さんたら。松田さん、猪熊さんのことですね。頼みがあるんだ。おっしゃ言うてんじ、このうな重、うなぎが二段重ねになっとって絶品じゃぞ。食わんのならわしが食っちまうぞ。もうはや10月、あと3ヶ月足らずで年も明けてしまいます。当たり前じゃ、年が明ければオリンピックイヤー。しかしそのオリンピックに八原さんも伊藤藤子も出ないかと思うと、やはり寂しくて。あの二人の代わりにさやか嬢が世の中を賑わせとるではないか。ブスブス言っとらんで食え。うなぎ二段重ねじゃぞ。先生、よく平気でいられますね。山田さんのライバルの本神が大活躍してるというのに悔しくはないんですか。ふう、せいぜい女王様を気取っとるがいいわい。今に奈落の底に叩き落としてくれる。叩き落とすと言ったって、山田さんはすでにほとんど引退状態。先生の説得にもこれまで全く聞く耳を持たずという現状では。おい、食わんのならわしがいただくぞ。ああ、ちょっと待ってください先生。いい、その手を離さんか。この離せ、こら。なんでして。いろいろ考えても見た。寝ても覚めてもこのことばっかり考えた。で、この手しかないと思ったんだ。やわらさんを復帰させるにはだ。だから、なんとか一つ。しかし、いや、ごめん。やっぱり無理だよな。私、考えても見なかった。そんなこと。ああ、いいんだ。気にしないで。俺が悪かった。今は出産に専念しなくちゃ、藤子さん。分かったわよ。蹴らないでよ。この子に怒られちゃった。頑張らなきゃダメだって。私、やってみます。藤子さん、本当になんともないの？それがこの子もおとなしくなっちゃって、全然生まれる気配がなくって。一体どうなってるんだか。あ、それじゃあちょっと買い物に行ってきますね。猪熊さん、ごゆっくり。あ、はい。でも今日はついに予定日の10月10日よ。本当、もたもたしてられないわ。早いとこ100点満点の出産しなくちゃ、猪熊さんのためにも。え？何でもない。お茶入れようか。花園くん、家事ちゃんとやってくれてるんだってね。優しい旦那様でいいな。何言ってるの。猪熊さんだって温かく見守られ何来た。生まれる。大丈夫、今タクシー呼ぶから。あとお母さんに置き手紙して、花園くんの仕事先にも電話しなくっちゃ。
徳馬さん。落ち着いて藤子さん。おお、花園くんか。何、藤子さんが病院に担ぎ込まれた。なあ、落ち着け。君がしっかりしないでどうするんだ。頑張れ藤子さん、頑張って元気な子を産んで。そしてもっとちゃんと呼吸法。次の陣痛が来たら深呼吸して長く息んで、呼吸法を止めないで。ハンニー、うわー、てーもーだー、どえー。お静かに。あなたがどえーとかふんがーとか騒いでるから、奥さんまでふんぎーとか言ってちゃんとした呼吸法できないでしょ。すいません。花園くん座ってたら。そうよ、あなたが歩き回っても何の私にもなりゃしないのよ。それっす、藤子さんは今この中で必死に戦っているというのに、自分はあまりにも不甲斐なく。大丈夫よ、藤子さん頑張り屋さんだもん。こういう時男はデーンと構えてなさい。うっす、お母さん。藤子さん大丈夫だってば。藤子さん頑張って。藤子さんならきっと元気な赤ちゃん産みますよ。む、頑張りよ、のっぽの姉ちゃん。思いっきり元気な子を産んで、そんでもってこれから一働きしてもらうぞ。苦しい。しっかり呼吸法はどうしたの。頑張れ藤子さん。一本勝ちだ、君ならできる。一本勝ちしろ。しまった、忘れてた。忘れたって。何を。ガラガラ買うの忘れてた。ガラガラって、こうやってガラガラするやつ買うのを忘れてた。そんなの今どうでもいいでしょう。もうダメ。何言ってるの。そんなことじゃお母さんになれませんよって。もうちょっと。そうよ、頑張らなくちゃ。こんなことでへこたれてどうするの。勝負はこれからじゃないの。アンドゥトロワよ。そうよ、アンドゥトロワよ。アンドゥトロワ、アンドゥトロワ。何言ってるの。教えた通り呼吸法しなさい。アンドゥトロワ。あ、今度は何。粉ミルクもっと買っとくんだった。そんなもの、母乳がどのくらい出るか見てからでも遅くないでしょ。なんたって自分の子供です。めちゃくちゃ食欲はありますよ。ドロワ、アンドゥドロワ。よし、今よ、アンドゥ。自分は今猛烈に感動している。藤子さん、藤子さん、おめでとう。おめでとうございます。よく頑張りましたね。安産も安産、超安産でしたよ。ほら赤ちゃん。一本よ、母さん一本勝ちしたわよ。そうか、やったら花園くん、おめでとう。で、藤子さんは超安産で元気。よし、よし、この後のお仕事も頼むぞ。藤子さん、君にかかってるんだ、やわらさんの復活は。そう、藤子さんも赤ちゃんも元気でよかったわね。赤ちゃんを産んだ後の藤子さんってとっても優しくて素敵な顔してたわ。もう立派なお母さんって感じ。やわら、あなたもいつか経験することよ。結婚して子供を産んで。結婚して。まずはでかしたぞ、のっぽの姉ちゃん。そろそろわしの出番じゃの。バーでるるるるるるバーでるるるるるるる。わい、そんな坊主じゃの。女の子です。福子って言います。私たち二人の名前から取って福子。花園福ちゃん子。してさっきの話じゃがな、引き受けてはもらえんかの。はい。返事はすぐにとは言わん。出産という大仕事を終えたばかりじゃ、無理は言わ
今はいと言ったか。はい。引き受けてくれるのかノップの姉ちゃん。さすがじゃ。どこぞのバカ娘とは大違いじゃ。こういう見事な作戦を思いつくわしと同じくらいさすがじゃ。実は松田さんにも同じこと言われました。あ？ですからこの子を産む前から覚悟はできてました。そうか。幸いお産はあんなに苦しかったのに、お医者さんは超安産だって言うんです。産後の経過もお医者さんが驚くほど順調だし。結構どこまでやれるか分かりませんけど、やれるまでやってみます。どこまでもそこまでもないわい。目指すところはただ一つ。お前さんがバルセロナ五輪目指して立ち上がれば、必ずや柔らも動き出す。しかし日刊エブリメ、わしを差し置いて出しゃばった真似をしよって、あのバカだれめ。福子ちゃん、ママを応援してね福子ちゃん。